ルドルフ・シャーピングはドイツの政治家。1998年から2002年にゲアハルト・シュレーダー内閣で国防省を務める。また1993年から1995年にドイツ社会民主党党首を務め、1994年のドイツ連邦議会選挙をスピードの首相候補として戦ったが、現職のヘルムート・コール首相に敗れた。 その他1991年から1994年にラインラントップ・ファルツ州首相、1995年から2001年にヨーロッパ社会民主党代表を歴任した。ラインラントップ・ファルツ州、ニーダー・エールベルト生まれ、ギムナジウムを卒業後、2年間兵役に服すはずだったが、弱死のため半年で除隊。1966年にドイツ社会民主党に入党する。 本大学に入学し政治学、法学、社会学を学ぶ。1968年、ドイツ連邦軍のスターファイター戦闘機導入に反対するビラを配ったため除名を審査する、登記委員会にかけられるが、10ヶ月後に審査停止。1969年から74年まで、スピードの下部組織、社会主義青年団のラインラントプハルツ州代表。百七十四年、 大学を卒業し修士号取得。修士論文のテーマは、スピードの連邦議会選挙の地元での選挙戦を分析したものだった。この年最初の結婚をして、3条を設ける。1974年1976年、ジュースス連邦を副代表。1975年、ラインラントプファルツ州議会選挙で、初当選、以後4期19年にわたって務める。 1976年から2年間、ジューススの連邦を副代表。1984年90年、ラインラントヘッセンナッサウ地区のスピード代表。1985年91年、スピードの衆議会院内総務。1985-93年、スピードのラインラントプファルツ州代表。1991年に行われた衆議会選挙に州首相候補として、 出馬、勝利を収めて5月21日にラインラントプハルツ州首相に選出され、戦後44年続いた同州でのドイツキリスト共民主同盟による支配を初めて破った。その勢いを買って1993年エッセンで行われた党大会でスピード党首選挙に出馬する。その時の対抗馬は共にジューススの連邦代表経験がある。 ニーダーザク選手首相ゲアハルトシュレーダーとスピード連邦議会議員団広報官のハイデマリービーチョレックツオイルだった。党首選で彼は翌年行われる連邦議会選挙で連邦首相候補になりたいとは明言しなかったためザールラント州首相オスカー・ラフォンテーヌを首相候補に押す党内左派の票も集めスピード党首に選出された。しかし一点シャーピングは 翌1994年の連邦議会選挙に首相候補として出馬、議席は増えたものの政権交代はならなかった。この選挙で衆議会から連邦議会議員に転じ、党員内総務に就任。しかし、ドイツ連邦軍の海外派遣を容認する現実主義路線、そして経済政策のスポークスマンだったシュレーダーを遠ざけるなどの独断的姿勢が、 党内の反感を買った。翌1995年にバンハイムで行われた党大会では、出来レースが普通のドイツの党大会では極めて異例なことに、シャーピングとラフォンテーネットで決戦投票が行われ、現職投手でありながら、シャーピングは会えなく落選した。敗れたシャーピングはスピード副投手に収まる。同年から2001年まで、 ヨーロッパ各国の社会民主主義政党が加盟するヨーロッパ社会民主党代表を務める。ルドルフ・シャーピング1998年の連邦議会選挙で首相候補シュレーダーが率いるスピードが現職のコール首相率いるセディに勝利し16年ぶりの政権交代が実現する。シャーピングはシュレーダー政権の国防大臣に指名され、 1998年10月27日に就任。就任早々コソボ紛争が激化し、ドイツは戦後初めて戦争に参加し、ドイツ連邦軍の航空機がユーゴスラビアに対する攻撃に参加した。シャーピングは参戦を正当化するために、コソボではユーゴスラビア当局によりアルバニア人に対する組織的迫害が行われていると主張したが、 シャーピングの主張する強制収容所の有無や武力行使を認める国連決議の欠如、そして戦争そのものの是非をめぐり、憲法違反や国際法無視であるとして激しい批判にさらされた。彼はまた、ドイツ連邦軍の IT 化計画を進めたが、その費用などをめぐり批判された。2002年、ドイツ連邦軍が内戦寸前のマケドニア共和国での 平和維持活動参加を直前に控えている時に、シャーピングが恋人と迷る加等で休暇を楽しんでいる姿がカメラマンに撮られてゴシップ紙に掲載されてしまった。さらにロビーストからの献金という着疑惑が追い打ちをかけ、国防省としてのシャーピングの権威は失墜した。2002年の連邦議会選挙を目前に控えて苦戦が予想されていたシュレーダーは7月18日に シャーピングを更迭した。2003年にはスピード副投資を退任。その次の2005年9月の連邦議会選挙にシャーピングは出馬せず、政界を離れた。シャーピングは自分の名を冠した経営コンサルタント会社を経営するほか、2006年にはアメリカのロースクールに国際政治の教授として招かれた。サーベラスキャピタルマネジメントコモン 自転車好きで2005年にはドイツ自転車競技連盟総裁に選ばれている。最初の妻との間に参女がある。2002年にマヨルカ島で一緒に写真を撮られた恋人クリスティナと再婚した。彼女はピラティ伯爵本タッスルツーダックスベルク家の未亡人である。2016年1月に離婚。ありがとうございます。